UFC ファインエキスポでのブラウンマイク、トーマス・ブラウンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。メイン州ポートランド出身。アメリカントップチーム所属。ブラジリアン柔術クロービー、元 WEC 世界フェザー級王者。マイク・ブラウンとも表記される。1992年、ボニー・イーグル高校1年時に、レスリングのメイン州大会で優勝。2000年、 ノーウィッチ大学卒業。2001年11月17日、フックンシュートのシュート公式戦で、エルメス・フランカと対戦し、三角締めで一本負け。2003年12月6日、AFC フェザー級タイトルマッチで、レイ・レメディオスと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2004年4月2日、UFC 初参戦となった。 UFC47 で、須藤元気と対戦し、腕ひしゅぎ、三角固めで一本負け。2005年5月、アメリカントップチームに移籍。2005年6月11日、初参戦となった DOG で、中原太陽と対戦し、変形型固めで一本勝ち。2005年10月28日、ディープ21インパクトのフェザー級、トーナメント1回戦で、 山崎剛史と対戦し、3から0の判定勝ち。12月2日、ディープ22インパクトで行われたトーナメント、準決勝で今成正和と対戦し、アンクルホールドで一本負け。2008年6月1日、WEC 初参戦となった WEC34 で、ジェフカランと対戦し、3から0の判定勝ち。 2008年11月5日、WEC36 で、ユライア、フェイバーの持つ、WEC 世界フェザー級王座に挑戦し、カウンターの右フックでダウンを奪いパウンドで、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。ノックアウトオブザナイトを受賞した。2009年3月1日、WEC39 で、 レオナルド・ガルシアと対戦し、右クロスカウンターをヒットさせて、ダウンを奪い、最後は、肩固めで一本勝ちを収め初防衛に成功した。サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年6月7日、WEC41 で、ユライア、フェイバーと再戦し、3から0の判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2009年11月18日、WEC44 で、ジョゼアルドとの防衛戦に臨み、2ラウンドに、バックマウントポジションからのパウンドで TKO 負けを、必死王座陥落した。2010年1月10日、WEC46 で、アンソニー・モリソンと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。2010年4月24日、 WEC48 でマニー・ガンブリャンと対戦し、右フックでダウンを奪われたところに、パウンドで追撃され小負け。9月30日、WEC51 でコール・プロバンスに TKO 勝ちを収めた。2011年1月1日、WEC 統合により4年8ヶ月ぶりの UFC 参戦となった UFC125 でディエゴ・ヌネスと対戦し、一から二の 判定負けを喫した。2011年1月22日、UFC、ファイトフォーザトゥループス2で、ハニ・ヤヒーラと対戦し、0から3の、判定負け。当初、ヤヒーラと対戦予定であったジョン・チャンソンの欠場を、受けて、約20日のインターバルで出場する、も UFC に連敗となった。2012年9月20日、 アメリカントップチームのアシスタントコーチに就任した。2014年4月15日、首の負傷を理由に引退を表明した。ありがとうございます。